皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、未来に成功できている人とは、今すぐではない未来の仕事を今できる人ということについてお伝えしたいと思います。ちょっとわかりにくいタイトルかな。未来に成功できている人が、今すぐではない未来の仕事ですね。それを今できているかということをやってる人についてお話をしたいんですが、具体的にね解説した方が多分分かりやすいと思うので具体例をお伝えします。私は日々いろんなクライアントさんのいろんな、今の現状とかこういう風になってます、どうしたらいいでしょうかっていうご相談を受けてそれに対してアドバイスはしているんですけれども、今どうしても可及的速やかにですねやらなくてはいけないほど、例えば業績がものすごく落ちてしまっていてもう慌ててどうにかやらなくてはいけないっていう、まあものすごくこう、急いでやらなくてはいけないようなタイプの仕事の時にはそこだけに集中してやっていくんですけれども、そうでないケースの時にですね、まあ少し時間的な余裕があるとか、あとはですね先の仕事をやっておくことによって結果としてその先が楽になるから今それを同時にやるっていう必要があるっていうこともお伝えしていることがあるんですね。一つの例としてですね、例えばそうだな、毎月、単発レッスンを一生懸命集客する先生っていうのはですね、家庭の事情があったりとかお子さんの行事の予定があるから、まあ、仕方がないって言えば仕方がないんですけれども、毎月毎月その日暮らし的にその月の集客をしなくてはいけないのですごくハードルが高いですね。大変です、ずっと満席を続けるっていうのは。結局それがないと安定しないですからね、頑張り続けることになって、本文の、まあ、お料理とかそちらを教えるっていうことと、まあ、そちらの集客っていうところの比重がですね半々で済めばいいですけど、下手するとこっちを頑張らないとこの講座自体が成り立たないっていうケースとかも結構あるんですね。だからそうするとまあどちらかというと自転車操業に近くて、今月は入ったけど来月は分からないっていう、まあそういう状態が続くわけなんですよね。で、私が開業当初は、まあ、そういった先生の事情とかを、よく聞いて知っていたので、毎月の集客はダメだなと思って、ダメだっていうのが事情がある場合は別ですよ。そうでない私が自分でやる時のことを考えた時に毎月はやっぱりしんどいよねっていうふうに思ったので、まあ、どうしてもコース制にしようと。コースだと6ヶ月1回の予約で入りますから効率的にもいいし、6ヶ月分の収益が安定することになりますので、やっぱりコースがいいなということで、私の場合には全クラスコース制を採用しました。もちろんたまにお楽しみイベント的にイベントレッスンというのは3ヶ月か4ヶ月に一度ぐらい開催してましたけど、それは収益のためっていうよりはファンサービスですね。だから価格が度外視されたようなイベントレッスンとかが多かったのはイベントレッスンだからです。コースがメインだったんで。なのでそのコースを集客するっていうことは、普通の6回分を決意して来ていただかなくてはいけないので、当然単発よりはハードルが高いです。だから皆さん来てくれないとか高いから来ないと思うって言われてあまり皆さん踏み込まないので、まあ私はそれをあえてそちらを取ってるんですけれども、要はですね未来の仕事が楽になるように今を動くことができるかどうかなんですよね。要は大変っていうのはその6回分のその金額に対して提供するサービスの価値を、例えば、ブログとか文章で伝えるとか写真で伝えるっていう手間が、その募集の時の手間がすごいかかるんですよね。まあ、ただ1回作ってしまえばそれの何期生募集何期生募集っていうことを言うだけなのでその後は楽なんですけど、大概の先生は今のまあ単発のその時のそれだけを、まあ、集客できる方が、例えば1万円の講座が6回だと6万円だけど5000円の講座1回だったら5000円だから、そちらの方が集客はしやすいというふうに思っている方が多いので、まあ、結局皆さんそっちを優先すると、いつまでたってもそういうこうまとまったボリューム感のある
まあ、ちょっとだけお値段が高い口座っていうのを売っていくっていうことができない状態が日々自転車操業的にずっと続いてしまうわけなんですよね。だから結果として体はずっと楽にならないし、疲弊していくっていう形になっていってしまうんですよね。で、骨勢とかを作った場合には、6回まあ入るってことは、その6ヶ月間そこの枠が確保されているので、もちろん集客はし続けるんですけど、毎月コンスタントに8人とか9人コースの人が決まれば、ずっと20何日か、24とかそれぐらいの稼働がずっと回り続けるイメージで私はやっていたので。そうじゃない、例えば次の事業を立ち上げるとか、他のことを、これもだから未来の仕事なんですけど、それも組み込みながらやっていくっていう、同時並行で動かしていくっていうことができていたので、一般的な教師の先生そこまでやる必要はないです。ただ、未来の仕事を今にやるっていうことをする癖をつけておかないと、永遠に自転車操業からの逃れられないんですよね。だから集客が辛いっていう状況が何年も何年も続いてしまう形になるので、どこかは負荷がかかってシステムを入れ替えないとダメな時期が来るっていうことを分かって、未来を楽にするために今っていう動きができるかっていうのは非常に大きなポイントになってくるんですよね。目先の仕事やっぱりね、取り掛かっちゃうから。で、時間がないんですとかっていう言葉もね、もちろんよく聞きます。だけれども、時間がないって言ってる人はいつになったら時間ができるのかって言ったら、永遠に時間ができる時なんか来ないですよ。時間作ろうとしないから。大概時間がないっていう場合には、何か無駄な時間とか、あとは自分のその技術スキルが未熟なためにっていうケースが多いので、じゃあこれを何分でできるようにしようとか、これは何分でできるしよう、タイムトライアルをしたことがあるのかとかね、そういう話をすると皆さんすごく驚かれますね。以前にですね、私が画像加工の、要はブログの画像の加工、皆さんが時間かかって、それだけでブログの時間がすごい取られるとかっていうので、画像加工とか画像加工をする日って決めて、まあ、ドバッと私画像加工しちゃう時とかもあるんですけど、その、写真について語るブログを書く時はですね、だいたい1ブログで6個から10個ぐらい画像を載っけていくので、撮った写真全部載せるわけにいかないので、リサイズって言ってサイズを変えたりとか、あとはホワイトバランスとか、色合いですね、色合い調整とか、コントラストの調整とか、明るさ調整とか、ちょいちょい1個の画像に、5分ぐらい手間をかけて作っていくわけなんですけど、そうすると10枚とかだったとしても1時間じゃないですか。だから大体これぐらいの画像でこれぐらい加工すると、1時間だな、文章を書くのに1時間だな、合計2時間とかっていう感じで、じゃあ画像加工のスキル私がもっと上げれば3分でできるかもしれないじゃないですか。で、文章とかも遅い方ではないですけど、タイピングが。じゃあ例えば今タイピングとかもポチポチね、手で打って、こういうふうな手打ちで1本ずつの指で打ってる人もいる。というのをたまに驚く時あるんですけど、その人がブラインドタッチって言って何も見ないで10本の指使って打てるようになったら、多分倍速か3倍速には軽くなるはずなんですよね。1分で何文字打てるかっていうタイピングの、検定とかを受けたこともあるのでですね、その今何文字か忘れちゃいましたけど、そんなに遅い方ではないです。で、その速さが速いっていうことは全ての仕事に、全部影響するので、じゃあどこかでタイピングの練習をしようかとか、そういうことって絶対出てくるはずなんですよ。私も最初からできたわけじゃなくて、初めて習った時にはワープロだった時代だったかな、確か。で、そのね、このこっちの方からですね、ここ F ととかってこういうのをやって、タイピングを覚えるのにやっぱり早く覚えたかったので、自習練習っていうか、それをやって覚えたりとかすると、結局その後の自分の時間が有効に使えるので、未来のためにどこかで負荷をかけるっていう、この考え方を常に持っている人は、
全てが圧縮されていくので時間のゆとりができていくから、またそこに仕事を詰め込んでっていうことで、スキルとお金がどんどん上がっていくっていう感じになりますよね。だから集客のメカニズムもそうで、今月の仕事を今月やってるのでは全然ダメで、今月の仕事、3ヶ月後の仕事、6ヶ月後の仕事、1年後の仕事っていうのを同時並行で、今月にやっぱりボリュームは違いますよ。今月の仕事が例えば 50% だったら、他の1年後が15とか、2年後が5とか、3年後が1% とか、分かんないですけど、その割合は違うにしても、毎月、その先の仕事と同時に動けてるかどうかっていうのも一つのポイントになりますね。先を見据えた仕事だから、長期案件っていうのが当然出てくるわけなんですよね。で、この考え方に基づくと、集客っていうのもメカニズムを組まないといけないっていうのが多分分かってくると思うんですけれども、今月足りない人、まあ来月でもいいんですけど、来月のレッスンを今月募集してるっていうのは、もうメカニズム的にはもう自転車操業と一緒ですね。なので、それもなんか新しい人を入れたいとかっていう場合に、いきなり告知をして新しい人を、まあ、闇雲にですね発信しても、まあまず入らないです。はい。なぜ新しい人があなたの教室に来るかっていうと、そのメカニズムを まず知ってるかっていう話なんですが、なぜ申し込みされるんでしょうか。もちろん劇的にものすごいレアな講座とかで、今この時を逃すともう二度と入れないとかっていう講座だったら瞬時に埋まる可能性はあります。だけれども、そういう講座を常に作れるわけじゃないじゃないですか。ということは、潜在的にですね、行きたいかなっていうレベルの人をどれだけ普段から集められているかっていうのが、集客かけた時に埋まるか埋まらないかの一番大きなポイントになるんですね。だからよく集客ですぐ満席になってる人っていうのは、そういう人とかファンをすでに持っているから、そこである程度回っていくっていうメカニズムがあるんですね。だから新規を集め続けるっていうことだったとしてもですね、じゃあ新規の人とはどこで出会うのかっていう話なんですけど、自分から新規の人って探しに行けないんですよ。基本的には向こうが自分を見つけてくれて、なんとなく潜在的にいいかもいいかもってうっすら思ってて、である時その人が必要になった瞬間に一番に思い出されて、一番最初に問い合わせが来ること、この状態をあらかじめ作っておけるかどうかっていうのが一番のポイントなんで、実は集客活動って、その時の集客そのもの、告知って私はどっちかっていうと言いたいんですけどね、集客っていうより告知です。もともとの潜在的な集客ができていれば、告知するだけで満席になるんですよね。だから新規が欲しいのに来ないですっていう人は、新規の人を潜在的に集める努力をしていないタイプの人が、新規が来ないっていうふうに言います。潜在的に集める努力っていうのは、じゃあどういうふうにしていったらいいのかっていうのは、信頼を積み上げるしか方法がないんですよね。それが2ヶ月ぐらいで信頼が積み上がっちゃうタイプの人もいるし、その人の必要度合いが強かったら2ヶ月とか1ヶ月でも、あ、この先生に行きたいとかっていうふうに思う場合もあるし、この人がそんなに困ってなくって、うっすら困っているような状態でずっといろんな媒体を見続けます。ホームページ見る、ブログ読む、 YouTube 動画も見てみる、 Instagram も見てみるっていう、回遊しながらその人の興味度合いをだん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 募らせていって、ある時飽和状態、コップに水がこぼれるぐらいの状態になった時に初めて申し込みが入るっていう感じなので、その目に見えない人を何人ぐらい確保してるのかっていう、そういう感じです。だからそういう意味ではメルマガとか LINE アットとかで潜在的な需要を持っていくっていうのは一番大事なので、その仕組みを持たずして、なんとかプランできました、どうだみたいな感じで皆さん来てねっていう告知をしてもですね、まあまあ埋まらないのが普通です。信頼関係がないからです。信頼関係がないところにいきなり新規の人は来ないので、普段から新規の人が喜ぶような発信をどれぐらいし続けてるかっていうのが、まあ、信用残高っていうことに、信用貯蓄とも言えばいいんでしょうか。それが高い人は集客がしやすいっていう感じですね。信用貯蓄、信用残高が高い人は集客がしやすい、満席になりやすい。信用貯蓄残高が低い人はいくら告知しても
新規って入ってこないですよね。よっぽど変わったものすごい企画とものすごいレッスンじゃないと。そんなの毎月毎月一個一個に、例えば20レッスンやりたいという時に20個それなんて無理じゃないですか。だから日頃の発信が欠かせないっていうのはそういう意味なんです。だから日頃の発信とか日頃のブログとか、まあ私も今こうやって動画を撮ってるわけなんですけども、日頃のこの地味なルーティンワークっていうのは未来の仕事なんですよね。未来に出会う、いつか出会う生徒様、クライアントさんのためにずっと私は語り続けてるし、喋り続けてるっていう感じですね。だからタイミングが違うんですよ。これを見た瞬間にピンときて、あ、今申し込まなくちゃ、今高橋先生にお願いしたいとかっていうことになれば今だし、それは相手のいることなんで、今かどうかなんて私の方では分かんないです。操作できないですね、そこに関しては。ただ熱い人も、もしかしたら半年以内に開業したいかもとか、半年以内にどうにかしたい人っていうふうに言葉を書いて集めれば、半年以内にどうにかしたい人は眠ってた状態でも、よし今だこの機会だって起き上がって申し込みをしたりする人もいるかもしれません。だけれども基本的には普段からの信頼関係っていうことになるので、そういった発信を普段から自分がしているか、未来の仕事を今しているかっていう、そこがポイントになってくるかなっていうふうに思ってるんですね。私自身はコンサルタントですけれども、悩みの度合いですね。皆さんが例えば開業したいとかいう出だしの悩みの場合もあるし、開業1年ぐらいでちょっとつまずいちゃって相談したいっていう場合もあるし、3年目でスランプに陥っちゃった、どうにか脱出したいっていう場合もあるし、5年目から7年目、自分も飽きてきちゃったし、生徒さんが減ってきたよっていう場合、10年以上ですね。世の中が変わっちゃって、自分は口コミしかやってこなかったけれども、ネット集客必要だよねって今気づいたとかね。それぞれのこう年数によって悩みの度合いが違うので、どの段階でその人が本当にそれを取り込もうと思って、そのパートナーに私を選ぶかどうかっていうことですね。だからその時に選ばれるっていうふうになる場合には、信用残高ですね、これが2年とか経ってれば信用される確率高いじゃないですか。例えば私のメルマガを2年とか3年読んでから私のところに来た人もいますしね。その量を私は発信し続けてるということですね。まあ、それが信用になりますね、年月に対する信用。なので短い方とかは、確かに今私本とか書いて出版とかしてますので、まあ例えばこちらの本ですね、これを読んだのがきっかけで、まあ私にコンタクト取ろうなんて思ったら全然簡単で、いっぱい URL も載ってたりとか、あとはそれこそ名前検索でも私にはたどり着けますしね。どうにでも私にはたどり着けるように、いっぱい入り口は私用意しているので、それでたどり着いた結果、いろいろ読むわけですよね。ホームページ読む、ブログ見てみる、動画もついでに見てみる、なんだこの動画の量はって多分驚くはずなんですけれども、そうしてこう見ているうちに、あ、この人好きかもとか、どの道お願いするんならこの人いいかもっていう刷り込みが入った状態で、信用残高が上がってって、その人が本当に本当に困って、誰かに頼みたい、コンサルティングをお願いしたいって言った時に、一番に思い出してもらえるかどうかっていうだけの話になりますので、これは私はコンサルで例を言ってますけれども、パン教室の時も基本一緒ですね。発信をし続けるっていうことによって、ずっと見てました、いつか行きたいと思ってましたっていう方が目の前にある時、突然ポンと現れる。信用残高は自分が見えないんですよ、どういうふうに信用されてるかなんて。だから自分にとって、あとお客様にとって、私から習うのがメリットが多いよっていう、そういうタイプの人を中心に集めていくっていうことはぶらしてはいないんですけれども、それによって、まあ、信用がマックスになって、その人にとってマックスになったら目の前にお客様として現れるという、この地味なメカニズムが分かっていないとですね、告知しました、新規集まりません、告知しました、満席になりませんという、短絡的な考え方になってしまう。その背景、ちゃんと動線設計デザインしてますかっていう、そこですよね。してなければ信用まずされてないので、まあ入んないですよ、通常は。だから
どこに告知してるのかっていうのもありますよ。自分のターゲットになるお客さんがいっぱいいそうな場所に告知するのが一番手取り早いですけどね。ただ、いっぱいいそうな場所っていうのは逆に、競合他社というか、自分にとってライバルになるような業種業態の人もゴロゴロいる可能性もあるので、その中で選んでもらうっていうことを考えると、本来であれば、まあ、そんなにこうライバルがゴロゴロいないところでですね、必要な人に必要なサービスをポンって届けることができるのが本来は一番いいんですけれどもね。それを探すっていうのも、まあ、ビジネスモデルを構築するビジネスの勉強っていう範疇になってくるので、教室の先生が学んできたお菓子の技術やらお料理の技術を学ぶのとはちょっと種類が違う領域を学ばないとそのアイデアは出てこないです。ないしは私じゃなくてもいいけれども、コンサルタントとかそういう人とかに相談しながら組み上げていくっていうことが必要になるので、なので、まとめるとですね、今の仕事、今やってるだけだと、その忙しさ貧乏からどうしても抜けられないんですよね。今すぐではない仕事、未来にこうしたいっていうための仕事を、ここだよねっていうものをちゃんと自分で理解して、普段の忙しいルーティンワークの中に組み込んで、その未来の仕事をできるかどうかっていうのが、将来的にずっと伸びていって楽になっていく方法の一つになりますので、今の自分の全体の毎月の仕事ですね、それの見直しを少ししてみていただくきっかけに、この話を使っていただけるといいかなというふうに思いますので、ぜひご参考に。それでは。